したけれど誰も来ないからそのまんま診察室行ってボタンだよ。ポン酢がやったんじゃないか？え？ちゃんか？おい、は？食べる？ダミー？ポン酢？少し行きましょう。え、待って。あれ？トシーさん、ポン酢がダミーっぽい。はい、ダミーっぽい、このポン酢。あれですよ、向こう。変身しましたよ。ポン酢、俺、ポン酢がダミーしてんのよ。ポン酢さん、僕に変身してください。変身してくれたら、ポン酢さんの味方になります。待って、待って、なんで俺の周りに、え、じゃあなんで俺のとこに来んの？クルーなのに。おい。お前、どっちが本物で、どっちが本物で、お前、本物かい全然リアクター鳴らさんやん。どういうことって言われてもなぁ。どうしたの？とりあえず、インポスターは一人なんじゃない？だって、リンリさんがナイスゲスターでしょ？わかんないけど。そうなの。すごくない？お祭りだーやな。それよっしゃーよっさまよタラタラン。チャゲさんカチャカチャ言ってるチャゲさん俺ボタン持ってない。カチャカチャ言ってる。やべえカチャカチャ言ってる。行くのか行くのか行くのかチャゲさん頑張れー。これは厳しい。残念。固まった。後ろから来た。これは厳しい。待て。俺はチャゲさんのことイビルゲッサーだと思ってる。まさか。おお。撃つの？リンリンさんに託すよ。いいんじゃない？はい。はーいって、いやじはーいって、どこのこんな、でも夏ぴょんさんエンジンではずっとエンジンにいたってこと？はすれ違いだと思った。これ変な感じもしますな。一個分かったことがある。何？ズーさん人外です。一個も喋ってないです。何？クソみたいな理由やな。え、ルート言えばいいんでしょ？うん、待ってね。うん。よいしょ。人間だから大丈夫なんですか？人間同士で。メロちゃん一人かよ。ポン酢してみよう。ネロちゃん二人いましたんよ。これはすごい。いませんよ。違うの？ネロちゃん。違うの？ネロちゃん。違いますよ。人間の使いをかばっちゃうと、それ罪になる。え、違うの？ネロちゃん。ネロちゃんが第三陣営をかばうってことは、ネロちゃんも第三陣営まであるな。第三陣営が第三陣営になる理由ってないんですよ。切られたいんで。うん。違いますよ。説明しますね。人形使いはキルをできる人間に対して矢印が出るんですよ。つまり僕がキルできる陣営だった場合、僕になったら切ってもらえないので、うん、変身する理由がないんですよ。なるほど。なので僕はインポスターです。逆だよ。はい、そうなんだ。どういうことなん？ネロちゃん、レントから出てきたんで、いってらっしゃい。え？いや、レントから出てきたかどうかは分かんないんですけど何もないところから出てきましたよね、鈴さん。メインホールの左下のあの弁当あるとこあるじゃないですか。そっから出てきてたから、まあ、さっきの会議もあるからネロちゃんかなって思ってるぐらい。でも確かにネロちゃん初手キッチン方面行ったから、まあ、弁当で
そちらに飛ぶのは全然あるなと思う。あのネロちゃん隠しろだからいいと思う。あのね、もう一回説明します。もう隠しろだから。もう一回説明します。人形使いっていうのはキルできる人だからなる理がないんですよ。なるほど、人形使いはインポスタージャッカルにはなれないってこと。いや、なれますけど、なったところで意味ないんですよ。さっきも言ったじゃん、これ。と頼むよー。お前もだよ。何この通報。ベントタスクだわ、ベントタスク。協力できることが僕は何もできないけれど、君がどうしてもアモングアスで喋りたいなら、ここにおいでよ、近くで喋れるアモアス。ジャズ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 。まさかりさんが出たのはちょっとびっくりした。だからもともとエレキに何が本当かわかんないです。盤面が動くまで誰が嘘ついてるのかもうマジわかんなくなっちゃった。同じく打っちゃいなよ。打っちゃいるよ。打っちゃいやだよ俺の命そんな簡単にそんなインポスター。いやごっちゃごっちゃやごっちゃごっちゃや。いい感じだね。はっ、ドが開いたのかって反応。右上確か、私はあの、のっちさんがその他陣営です。僕占い師です。で、あ、ナイス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 。あ、オッケー。え、じゃああれだ、やっぱあれ人形世界から戻って合流してたんだ。うん、そういうことだ。あ、じゃあもう夏目終わりや。夏目終わりや。じゃあ、あ、ネロちゃん。違う。あ、このままここにいるのはのちさんのためにならない。そう、ここにいたら多分のちさんが怪我をしてる。つなぎが長いよな。ベン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 ボタン化したい発見しても、僕はこれから飛べば妥当だよ。妥当な敗北だよ、こんなの。ね、確定ですよね。あ、じゃあ俺目線ネロちゃん確突進っつったら終わりだね。そうだよね、まあネロちゃん、うん、間違いなくて3キロっていうのが多分3陣営やってるから。ちょっと僕釣られそうなんで喋ってもいいですか。あ、まあね、あ、まあ、はい。一番買収できそうなクルー探します。うん、死んじゃない。あ、年来るじゃない。中野ちそれだって。あ、そうなんだ。今俺がお前のことを詰めてんのにスキップ入れてほしいな。おい、間違えたな相手を。中内頼む。いやもうだってネロちゃん確定やもん。ヌピッツしてください。ごめんなさい、これは本当にごめん。いや、かわいそう。謝るぐらいならスキップ入れてよ。入れました。あれ、回れてるよ。おい、ずーずー。あれ、ズーなの？はい、ズー高いな。僕、あ、俺のルートってこと。どうしたらいいの。チャンス。なんだなんだ。エンジンルームで最初沸いていい曲や。メインホールシャワールームアーカイブ。あ、停電起きたからラウンジ行って、貨物に行って停電直したけれど誰も来ないから、そのまんま診察室行ってボタンだよ。ちょっと待ってベイベー、これチャゲポヨじゃない。そうだね、チャゲポヨだね。みんなチャゲポヨに東京
感動した。感動した。影ぽよしかねえ、だから。もうなんかこれで釣られてももう本物だよ。え、マスターさんに？一個質問なんですけど、人形ってあれですよね。あの喋れないですよね。人形は喋れないよ。喋れない。なるほど。あの喋はしますよ。喋らないだけじゃない？ねえ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 。あ、わざと喋んないだけか。じゃあエンジンメインの間にマシャカリさんいたんですけど、停電中。いや関係ないですよそれ。大丈夫です。あれはマシャさんですか？いや関係ないです。え、関係ない。中野ちゃん、俺を信じた方がいい。大丈夫です。関係ない。見当違いです。見当違い？関係ない。なんかやってんだな。なんかやってんだね。中野ちゃん。はっちゃん。だけは絶対に見逃しちゃダメだよ。見逃しちゃダメ？どうしようかなこれ。難しい。すごいすごいな今。可能性持ったらこれ出玉めっちゃ出んだけど。俺が殺され。なんでやねん。はあ。何やってんだよお前ら。意味わかんないってこれ。